村雲は、大日本帝国海軍の駆逐艦で、篠の目型駆逐艦の二番艦である。同盟艦に、吹雪型駆逐艦の村雲があるため、こちらは、村雲や、村雲愛などと表記される。1897年10月、イギリスのソーニクロフト社で、第4号水雷艇駆逐艇として寄港。1898年3月16日、第4号水雷艇駆逐艇は、 村雲と命名される。3月21日、帝国海軍は海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定。篠の目型の各艦は水雷艇駆逐艇に分類された。11月16日に浸水し、12月29日に竣工。翌年1899年4月23日、横須賀に到着。1900年4月30日。 神戸沖で挙行された大演習艦艦式に参加、第四列に廃された。6月22日、帝国海軍は海軍艦艇類別標準を制定、水雷艇駆逐艇の分類が廃止され、軍艦の一種として駆逐艦の種別が設けられた。篠の目型の各艦も駆逐艦に類別されるとともに、同時続けで佐世保陳府所艦となる。また、 知らぬ日以外の古籍は常備艦隊に編入された。この都市北新事変に出動した。1903年4月10日、神戸沖で実施された大演習艦艦式に3列、第3列に配置された。1904年に日露戦争が勃発した際には、第2艦隊の第5駆逐隊に所属していた。旅順口、攻撃、航海海戦、日本海海戦。 カラフトの戦いなどに参加した。戦勝後の1905年10月23日、横浜沖で挙行された外戦艦艦式に3列、第4列に配置された。1908年11月18日、神戸沖の大演習艦艦式では、第6列の一艦として参加。1912年8月28日、日本海軍は艦艇類別標準を改正。 駆逐艦のカテゴリーが軍艦から分離され、計画排水量1000トン以上を1等、1000トン未満600トン以上を2等、600トン未満を3等駆逐艦と規定した。篠の目型駆逐艦は3等駆逐艦に類別された1919 19年4月1日に除籍され、雑役船に指定、村雲丸と解消。九百二十年七月一日、特務艇に編入され、 村雲に再解消。1922年4月1日、総改定の分類から外れ、再度雑役船に編入。1925年1月30日に実施された調査で、船体その他全般に渡る離水球の事実が判明したため、3月12日に廃船人挙。同年6月4日、千葉県須野崎東大沖で、実感標的として、撃沈処分。 日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づくありがとうございます。